こんばんは、ナミさん。YouTube ハンドルの設定、完了ですね。お疲れ様です。私の方も完了したんですけども、やっぱり気になるのはね、あのネーム、ハンドルネーム、どこが取ったんだろうってやつです。真っ先に思いついたのがトヨタなんですよ。アットトヨタ、私も取りたくってね、やってみたんですけども、すでに取られてました。というのが、このアットトヨタが取れれば、多分トヨタが買い取ってくれるんじゃないかなと思ったからなんですよ。あと、他にもね、いろんなハンドルネーム、 多分先着順なんで取れたところっていうのはこれを転売するっていう動きもあるのかなと思ったんですよね、まあ。ついついそういうふうに考えてしまうんですけどもそんなことってないですかね。で今回ねアットトヨタがどこが取ってるのかなと思ったら実はトヨタ自動車じゃないんですよ。なんと、まあ、トヨタはトヨタでもドイツのトヨタなんですよね。こここに書いいててますけどもトヨタドドイツランドっていうところが アット,トヨタを撮ってますねチャンネル登録5.85万人というねそんなにたくさんいないですよねドイツ語で CM 喋ってますで、えー、多分ねトヨタの本社の方はトヨタグローバル JP ぐらいで撮ってたと思いますうんまあだからそれなりに箱をつけたってとこなんでしょうけどもシンプルにトヨタを撮りたかったんですよね同じような形でね日産とかも考えられると思うんですよもちろん車会社だけじゃなくっていろんなものが考えられますよね 日産で引いてみるとどうでしょうかあ、ここは日産自動車が撮ってますね。はい、これはもう日産の日産が撮ってます。さすがですね。じゃあですね、ここにですね、東芝とか入れてみましょうか。東芝。東芝を入れると、あ、東芝が撮ってますね。YouTube 東芝アクセスにいただきましてありがとうございます。このチャンネルは終了しました。ええ。 トヨタの YouTube チャンネル終了してますよ。チャンネル登録3380人。動画一本もありません。あそうなんだ。いろんなことがわかりますね。じゃあ、その他ですね。気になるところで言うと、どこがあるかなと。えっ、ー、と、YouTube。アットマーク。そうですね。うーん。安倍博士。安倍博で言ってみましょうか。あ、これは取れてないですね。 うん。安倍博士で撮って、安倍博士に売り込んでもいいんではなかろうかと思いますけど、いかがでしょうかね。あと、おそうですね。男は、つらいよ。トラさんかな、やっぱり。トラさん。トラさんもないですね。YouTube アットマークトラさん。今のうちに撮っておくのはいかがでしょうか。その他転売できそうなものとして、そうですね。東京とかどうですかね。 東京はどうでしょうかあ東京もないですね今んとこねうんあっトマーク東京ないですよこういうので取っといたら転売が効くんじゃないですかっていうふうな考えが私にはすぐ上るわけなんですけどもはい今日はそんなテーマでございましたいってらっしゃい